クイズ作家なら視聴者のウミガメのスープも出世できるのか。イエーイ、イエーイ、以上です。健康です。ウルカです。エイティです。最強クイズ集団カビリティオチャンネルで です。よろしくお願いします。じゃあすいません、今あの収録中なんですけど。いや違う違う、部外者じゃねえんだって。もう分かるでしょ、なんか前回やったんだから。まだ慣れてない、ね、慣れてない、まあ、僕も外を出てエレベーターがチーンって開いて奥が鏡だった時に、おお俺こんなんか今ってなるよ。おお、結構この髪色もそうなんだけど、痩せたこと自体をこう病気なんじゃないかって結構言われたりよくするんだよ、うん、一応なんかの血液検査をちゃんとして、もともとちょっと糖尿っぽかったのがむしろ治ったくらいのところがあるので、健康に痩せているので皆さんご心配なくということでよろしくお願いいたします。今週もですね、視聴者さんから送られてきたウミガメのスープをね、5分以内に解いてくださいよというのを、はい、いってきます。 やりましょうよ。長田さんの言い方でよくわかってくる。じゃあウミガメのスープというのはこいつだ。ウミガメのスープはな、出題された不可解な状況に対して回答者がイエスやノーやで答えられる質問を投げかけて状況を絞っていくゲームやねん。最終的にな、出題者が想定した真相を突き止められたらクリアになるわ。ということですが、すごいバージョンよ。こんな何パターンもあったの、ね、関西弁も取っていただいたんですね。うん、ありがたいこと、ありがとうございます。本当にすごい声優の何か能力を見るな、やっぱこういうのすごいんだなやっぱり、うん、じゃあ本日第1問、はい、おっしゃ。カプリティオネームハモンさんからいただいた、ハモンさん、ハモンさん、ハモンさん、ハモンセラーノ、うん、思った俺も生ハムのね、うん、そう、矛盾する死という問題が送られて、おお面白そうね、アンナチュラルですよね、うん、絶対なんかタイトルだよね、その第何話、ね、矛盾するシーンみたいな江戸川乱歩賞を取ってそうなタイトル矛盾するシーン、ね、いいよ。でも男は死にたくなかったから死ぬことにした、一体なぜ。はい、はい、ゲーム関係ありますか。いいえ。おそう、死ぬことにしたっていうのは本当にその男の命をなくすという意味の死ぬですか。本当にではないと思いますが、ほう、ちょっと答えづらいですね。なるほど、うん、はい、うん、死んだふり関係ありますか。はい、おお、はい、じゃあ答えてみますね、うん、いいよ、はい、うんうん、男は山登りをしてたら熊に出会って死にたくないと思い死んだふりをした。瞬殺よー。いやー、オッキーオッキー、はいはいはい、そこは山の中で野生のクマに出会ってしまった、そこで死んだふりをしてやり過ごそうとしたという問題でした。うわ、シンプルだけどこんな早くいくか。いやでも死んだふりですかがちょっとすごいかな、うん、質問としては。そうそうそう、死にたくなかったから死んだふりをするってなるともうシチュエーションが結構一個に絞られてる、うん、実際にクマに出会って死んだふりすると危ないらしいんで。ああ確かにそれは聞くよね、なんかもう目を合わせたままその後ずさりして去っていくみたいなのがいいらしいですよ、はいはいはい、本当は。そうそう、なんかリュックに食べ物があったらそれを置いてこう後ずさりするとかね、いいらしいですね。本当に死ぬことになるんだ。男は死にたくなかったからリュックを置いてクマと目を合わせながら後ずさりしたって、これ全部言っちゃうウミガメのためになるウミガメみたいな、ね、もう答えることがないのよもう。そうそう、ないなぜって言われて死にたくないからみたいになっちゃう。タイムは43秒でした。イエーイ。ではハモンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日第2問、はい、はい、スティーブ・ジョーブズさんからスティーブ・ジョブズ、いい、ピンドルやない、いい名前。後出しじゃんけん、おお、はあ、うん、はあ、はあ、はあ、男はチョキを出した、すると女はパーを出した、一体なぜ。はい、男のチョキは手でこうですか。はい、そうです。はい、男はこれを出した時に、はい、男はチョキを出すぞと思ってこれ出してます。いいえ、おう、うん、じゃあ男はピースサインを使
作りたかった。いいえ。おう、はい、2と5ですかね。いいえ。おお。どっちかは数字の2か5ですか。はい。おう。2ですか。2です。パは5じゃない。パは5じゃない。うん、うん、どこかの店ですかこれは。はい。お、はい、1時間2000円だよ。いえ、結構です。違います。あ、違う。ああ、なるほど。じゃあパーは結構ですという意味ですか。いいえ、違う。じゃあ男は店員ですか。いいえ。女は店員ですか。はい。ほうほう。飲食店ですか。はいはいはい。2名です、こちらへどうぞ。正解。いやー、あー、先生、飲食店、ありがとうございます。はいはいはい、いいねー。なるほど。あ、こちらへって、こちらへ、こちらへどうぞ。こうじゃないのね、パーは。なるほどね。こうね。こちらへどうですよ。こちらへどうぞ。すごいよね。ここはとある飲食店、女性店員が男性客に何名様ですかと聞くと、男が手で2名だと伝えたため、店員は席まで案内し、こちらの席をご利用くださいと言って席を手で足したのだったという問題でした。やったー。いやー、なるほど。喫茶店でアルバイトの経験をもとに作ったそうです。なるほど。おー、なるほどね。何の変哲もない状況なのにこうやって切り取るとね、面白くなるっていうのが本当にうまいですね。これをパーって見えたのがすごいね。確かに、そうね。うん、それをパーに引っ掛けようってなかなか思えないと思うから、切り取りはすごい上手だと思うね。うん、時間は1分55秒でした。いやー、調子いいね。いいね。スティーブ・ジョブズさん、ありがとうございました。いや、おもろい人、名前もおもろいね。確かに。次、はい、2LDK さんから間取りから来てんじゃん。ごめんなさい。なんでそんな名前にされたんだろう。いいでしょ、別に。それいるでしょ、そういう方も。まあね、こういうのが一番おもろいみたいなとこあるから。まあね。理不尽な怒りという問題。おー。女は男のメモを見るなり怒り出した。一体どういうことだろう。怒られてますね。はい、メモには何かが書かれていましたか。はい。それは男が書いたものですか。はい、はあ、はい。男と女に血縁関係ありますか。はい、あります。お、女は母親ですか。はい。お、じゃあ男は未成年ですか。はい、うん、はい。うん、じゃあ男は小学生ですか。うん、小学生でも成り立つけど、まあ、解説文は違います。はあ、中学生ですか。中学生ではないです。中学生でも成り立ちますが、解説文は違います。高校生ですか。解説文は高校生となってますが。なるほど、ね、小学生でも中学生でも成り立ちます。はい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 、はい、学校の行事とか関係ありますか。うん、ノーかな。ノー。はい。メモは学校で書いたメモですか。はい。うん、そのメモはその母親の女に向けて書いたものですか。いいえ。じゃあ自分で見るために書いたものですか。はい、うん、はい。学校のテスト関係ありますか。うーん、薄く、うん、あんまり関係ないと思います。はい、女は男が置いてったメモを見ました。いいえ。偶然見た。うーん、に近いかな。うん、じゃあ例えば、じゃあそのメモはカバンの中とかにあった。いいえ。
はい、メモを見たとき男はその場にいます？はい。おそう。男が、お母さんに入って見せたわけではない？ないです。はい。メモの内容は重要？いいえ。はいはい。洗濯関係ありますか？洗濯機は関係ないです。はい、あ、うっかり洗濯しちゃったみたいな、ね、ことだ。はい、何にメモを取ったかが大事ですかね。はい、うん、はい、なんだろうな。はい、男はメモ用紙がないからお札にメモをしてそんなことするんじゃないって怒られた。いいえ。みたいなことじゃない？そのメモはメモ用紙に書いてありましたか？いいえ。じゃあ紙には書いてあります？いいえ。紙じゃないんだ。3分経過。はい。スマホのメモですか？いいえ。はい。メモは男の体に書いてありますか？はい。おおし。で、なんで怒るのかなとは。ねえ。じゃあ、男の手に書いてありました？はい。内容は重要じゃないんだもんね。そうです。なんだろう。はい。女が男のその体に書かれたメモを見たのは家の中ですか？はい。残り1分。はい。女は男が手にメモしたこと自体を怒ってる？いや、手にメモしたこと自体は怒っていないです。じゃあ書かれた内容に関して怒ってるってこと？いいえ。じゃあ、手にメモをしたことで何かを汚してしまった？いいえ。はい、メモは今消えてる？いいえ。30秒。はい、手の甲か手のひらかは重要？いいえ。内容も関係ない。なんか写真を撮ろうとしてた？いや。ご飯食べようとしてた？はい。終了。わあ。最後。なんだ。手洗いをちゃんとしてなかったことを怒った。でかー。なるほど、そういうことか。男は高校生、夕食時に学校から帰宅し食卓に着いたのだが、母親は男の手に数学の宿題とペンでくっきり書かれたメモを見つけ、手をきちんと洗っていないことに気づいて怒ったのだという問題でした。なるほど、なるほど、なるほど。これは今のご時世ひらめかないとダメなやつでしたね。確かにね。確かにね、重要ですね。結構これに関してはあと10秒あればっていうところだったが。そうだね、そうだね。タイトル、理不尽な怒りすげえな。え、まあ、親の教育でしょ、普通に、ね、本当に。もう理しかないよ。理のみよ。結構、オチシンプルなだけに、こう、つかみどころなかったね。やったぞ。そっちがチームなんだ、やっぱり。ということで、2LDK さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日ラストの問題は、ゆべこさんからいただいた問題です。はい。はい、ゆべしじゃないの。ゆべこってあの呼び仮名も書いてあった。おお、じゃあ間違いない。じゃあゆべこさん。ありがとうございます。はい、君の笑顔のためにという問題が。ほうほうほう。はい。ひろしは目の前のたかしを笑わせようと一生懸命に努力をした。しかし、たかしは笑ってくれるどころか、苛立った態度すら見せる。ヒロシは全く相手にされなかったが結果的に満足した。一体なぜ？はい、ヒロシとタカシは両方人間ですか？はいはい。ヒロシとタカシは特定の人物ですか？違います。はいはい。タカシは、子供ですか？いいえ。あ、じゃあ一応聞くか、ヒロシは子供ですか？多分いいえ。うん、はいはい。じゃあどちらかの職業が重要ですか？
はい、うん、おう、じゃあ2人は同じ職業ですか？いいえ。はいはいはい、じゃあヒロシの職業は設定ありますか？いいえ。タカシの職業は設定ありますか？はい。なるほど。はい、ヒロシはお客さんですか？はい。おう、お客さんか。これはお店で行われてます？いいえ。客の方が笑わせようとするんだ。でもヒロシが満足してるから、まあヒロシが客なのは結果的には、うんうん、はい、ヒロシが笑わせようと一生懸命努力をしてるっていうのは、あの、面白いことをして笑わせようとしてます？そうですね。たかしは女性ですか？いいえ。まあ女性であってもいいけど、別に多分男性の方がイメージしやすいです。はい、じゃあたかしは芸能人ですか？いいえ。うん、じゃあひろしは何かたかしにお金を払ってこの行為をしている？いいえ。うんうん、はい、たかしは笑うことはありますか、こういう状況で？ほぼないと思います。笑ったらたかしは仕事にならない？仕事にならないことはないけど、笑わない方がいいかなと思います。3分経過してます。はい、その場には2人以外の人物はいますか？はい。じゃあ客が他にもたくさんいるってこと？はい。うん、じゃあなんかたかしはなんかステージみたいな場所にいる？いいえ。うん、これは屋内での出来事ですか？はい。うん、スポーツ関係ある？はい。お、たかしはスポーツ選手？はい。球技ですか、そのスポーツって？はい。おう、はい、サッカーですか？いいえ。はい、バスケットボール？はい。ああ、いいよ、いけ。うん、フリースローをしようと思っていたたかしはゴール裏にいる敵のサポーターであるヒロシによって笑わされそうになって妨害されていた。たかしは笑うどころか苛立ち、フリースローは失敗した。正解！よっしゃー！はあ、なるほど。やった。いやー、これ全然僕が分かんなかったな。いやー、すごいな。たかしはバスケット選手で、ヒロシはバスケットゴール裏にいる相手チームの観客。フリースローで集中しているたかしの邪魔をしようと、一生懸命にバカ騒ぎをしている。結果、たかしはフリースローを失敗して苛立ち。その結果に、ヒロシは満足したんだった。という問題でした。なるほど。なるほど。2個くらい頑張ったところが途中あったと思う。そうね。そうね。ヒロシがまず客っていう着想だし、スポーツ選手の客ってなかなか行かないと思う。ああ、そうなのよ。スポーツか聞いたのがね、めっちゃでかいと思ってて、うん、確かに、あれがないとちょっときつそうだったんだよね。なんかアイドルの握手会とかじゃもうないんだろうなと思って。ああ、そうね。でスポーツが刺さったのね。確かに B リーグの試合とか見るとフリースローの時すごいブーイングしたりするから。ああ、なるほど。俺も多分ゆかさんもそれ分かるなと思って、うん、さっきちょっと答える時に分かりやすい言葉を選んだんですけど、はい、バスケットボールの場合は応援する人サポーターとは言わずにブースターということが多いので、ね、使い方に気をつけてねっていうことですね。うん、そうですね。というようにこだわりでね、YouTube で見た面白動画をヒントにしましたってことなんですけど、多分同じ動画を見たことがあって、そうなんだよ。男の人がなんか、ってお腹痛めているのね、ポンってね、赤ちゃんの人形が出てきて、それ用の道具をもう持ってきてるんだ。妨害する気で水を邪魔するとばかり赤ちゃんの人形を持って会場にしてる。すごい、ね、すごいな。時間はね、4分7秒でした。おお、危ない危な い, 危ない。途中結構ダメかと思ったけど、いやー、うんうん、なんとかね、よかった。ゆめこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ということでね、いや今回は
2敗つけれるかなと思ったけど、結果は3勝1敗でしたね、うん、いやーそれでも悔しいね。いやー本当もうあと一歩だっただけにね、うん、もったいなかった、うん、はい。ということでね、僕たち今妹で、ウミガメやってるんですけどね、妹に適したウミガメの道具があるそうじゃないですか、うん、はい。まあもうね、今こそですよこれ、ウミガメのスープ1と2というカードゲームがありまして、はい、なかなか皆さん外で遊んだりするのが難しい時期かと思うので、こういったゲームを使ってぜひリモートでウミガメ楽しんでください、うん、はい、はい。全国雑貨店、玩具店、書店などで、そして通販で扱っておりますので、ぜひ遊んでみてください。よろしくお願いしま す。お願いします。まだまだですね、視聴者さんからウミガメのスープ、募集しておりますので、概要欄にありますリコのツイッターのダイレクトメッセージの方までオリジナルの問題をお送りください。以上、本日のカピッキオでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。